こう今歩いとるのは住吉2丁目やね。2丁目キャナルシティが近いね。もうね、もうそこやん。キャナルシティ、昔はさ金棒の跡地やん。私ゴルフ場があったの覚えとる、打ちっぱなしの、うん、でその後プールになったっけ、はい、ねママこれ多分旅館よ昔。ほらね、すごいねこれ、うん、いやいやすごいよ、うん、この辺旅館多かったろうか。でなんかほら連れ込み旅館みたいなのとかさ、でおばちゃん立っとったもんね、いっぱい呼び込みのね、結構年のおばあさんもおったよ。そうそう、なんか旅館と提携しとったりとかね、あるっちゃんね。そうそう、で女の人が足りん時はね、そのおばあさんが空いててって聞いたことあるよ、うん。この辺はでもほらマンションが増えたね、ママすごい。だって昔はさ本当なんかそういう旅館が多かったっちゃん。あまくが柄がよろしくなかったっけね、この辺。うん、どこもでも今マンションだらけやん。ママ可愛いよ、ちょっと可愛いって可愛い。後ろから見たらなんか女子大生みたい。ほらまだほら、はい、古いお家が残っとる ね、 やっぱり、うん、こんなさ、うん、アパート昔いっぱいあったね。あったね。ね。なんとかちゃんが流れてますよ、ね、なんか知り合いがおったんね。知り合い一緒に働いてる子が、うん、僕は安いから住んでた。昔はさ、洗濯物とかさ、うん、あんなスペースだけ、うん、へぇー。で、こっちが裏側のままうん。すごいね。てかさ、あそこ壁にチョークで宣伝買い取るよ、うん、買い取りしますとか、うんうん、あここもね、ハーブティーありますみたいな、うん、小さい店してるんで。おお、見てんこれ、ちょっと行ってみよう。あ、売っとるった。そうよ。あ、これすごいね。でも好きやん、こんなん、うん、こういうの好きやけど。あ、懐かしい、このガムの、うんうん、でもまだ新しいか、うん、すごいね。ママクレオパトラもあるよ。斉藤由紀、私ね昔この人に似とうって言われとった、うんうん、聞いたことあるよママ、ね、うん、目が大きいところがね。ねえねえ、わあなんかレトロやね、うん、ここいい感じや、うん、カフェバーって書いてある、うん、え、すごくない、うんうん、コーヒー200円、うん、え、ってかすごいねここ、うんうん、あ、だけんリサイクルショップと、うん、カフェはカフェバーか、うん、え、これ帰りにちょっとでもお茶飲んでみたくない？安い感じでね、うん、でもさ、なんか欲しいもんがあればね、私いいよね、こういうのとかいいね、品がいい、うん、あとでさ、ちょっと帰りにご飯食べた後さ、うん、お茶しょ、はい、どんなんか気になるやん。これ多分外に出しとるからやっとるんだよ、はい、そうだね、こういうのすごいお店とかいっぱいあったもんね。こちら行ってみようか。ここも古いよね、ママね。ここオーケストラ通りやけんね。知っとる？塗り替えてる、知ってるよ。あ、ここも前からあるわ、うんうん。みんな安いから入ってんだろ。え、でもさ、この辺ってもうさ、博多駅近いけん、そげん安くないよ、今。うん、あ、あそこなんか、並んどる。いや、遠くからでいいけど。あ、韓国料理やほら、おっぱいやって書いてあるやん。でもね、あそこ入れ替わりが激しいったい。最近なんかほら韓国系のお店、今ほらしばらく行けんかったけん、そういうお店が多いね。あー、ランチね、すごいね、ガランドンシャー。だけどさ、こんなビルは私が小学校のとこからあるけん、うん、牛舎とか昔から入っとるやん。この海外ね、ちょこちょこね、あの食べるとこあるけんね。だけんここが住吉神社に、抜ける道、そして後ろがキャナルシティ、
いや、上がっとるくさん、ここ駅前やけん、一応ね。昔は住吉住んどるって言ったらほら、ガラガリとか言われとったけど、アクセスはいった。あ、そうそう、ちょっとね、行ってみたいね。なんか喫茶店があるっちゃん。まあ車でほら通るけどさ、ね、昔はほらテレキューとかなかったけどね。これ新しい放送局だったポーズね。街中はね、便利でいいね。あの売ったり、ね、貸したりとかもね、考えたらね。うん、だけど最近さ、田舎のさ、山奥にほらポツンと住む人もいるけんね。足がないときついね。いや、プチの中はいいよ、プチね。あんまり奥地に行くとほら、なんか病院行ったりとかさ、買い物とか不便やん。こっち渡るもん、あそこらへんもなんかやってるよ。これ知っとる？国鉄通り、うん、これ知っとる？名前だけね。うん、昔からお汚さない。そうそう、で昔三島まで電車が通っとったっちゃろ、うん、これね、お店前からあるっちゃうね、意外に。だけどね、いや、ここランチもやっとうらしったい。はいはい、これちょっと行ってみたいっちゃけど、うん、ここでランチせん。うん、うん、ちょっと行ってみよう。どうしたの？ちょっと開けて。かわいいアクセサリー。ああ、ほんと。たまにはちょっとおしゃれに。いや、センスがいいからね。ありがとう。私が作ってもよかったっちゃけど、ちょっとね、あの博多駅で見つけたの。ああ、ありがとう。出してみて。うん、開けていいのね。うん、いいよ。シュッシュ、キラキラ、懐かしいね。うん、よかった、見せたね。ピン、うん、ありがとう。かわいいやろ。そして、はい、これはネックレス。うん、ありがとう。いい感じですね。かわいい感じ。ここに選んできました。ここにね。うん、クリ、邪魔やけ。首吸うからこう、うん、こうするの。そうそうそう。あね、髪上げた方が、ね、爽やかに見えるけ。はい。はい、いいよ。はい、ありがとう。今日の日替わりランチ、うん、いいね。じゃあ首元ほらいい感じよ、はい、ね、何にもないよりは、うん、そうね、なんかあった方がありがとう。いいよ。昨日はね、うん、海にね、うん、ビーチコーミングに行ったの。うん、ビーチコーミングって知っとる？うん、お遊び。台風の後やけん、うん、いろんなもんがほら打ち寄せられるやん。でね、ちょっと珍しい貝とか、うんうんうん、シーグラスとかをね探しに行ったった。うん、うん、ただね、しょぼいやつしかなかった。なんか昭和の人にはいいね。うん、うん、しかも灰皿がある。タバコ吸えます。うん、今吸えんとこ多かろうが。あ、そうそうくさ、今の時代はみんな外だ。でも昭和49年創業ってすごい。うん、だって私が2歳の時は、あ、違うか、私45年やから、あ、私が4歳の時、ね、喫茶店流行っとったよ。4歳ぐらいとかってさ、うん、どんな時代ねん。もうあちこち喫茶店ブーム、喫茶店ばっか。へえ、じゃあ人間、うん、覚えとる、覚えとる、覚えとる。ママ怒ったよ、私がさ、うん、自分より髪がリカちゃんの方が長いけん、私がカットしてやったらさ、うん、怒ってん。うん、リカちゃんハゲになった。うんうん。これでもどこの子もそんなにしよったね。三重だけじゃなくてね。多分してないと思うよ。いや、他の子もして、私の友達の親が子供を怒ったって。ほんと、私そんな話聞いたことない。うん、だけどね、あのどこの子もしよんやから怒りなさんなって私言ったの覚えてるわ。みんなリカちゃんハゲにしようかね。うん、その時はね、うん、私はミヤ怒らん。てかね、髪が生えると思ったから、うん、切ったと、うん、これ博多弁ね、うんうん、有名やもんね。うん、これ瓦が入っとるね。うん、なんかね、結構いい感じやもんね。ミヤ、うん、
とヒロと連れて行ったことあるけど、まだ。え、これそこそんな昔からあったっけ？昔からあったの。これ何でもやりかえてるの。あ、少ないね、でも。夜にもよりますけど。サイズとか多いよ、やっぱり。ここもほんと古いよね。死んじゃっていいね。なんか気持ちが引き締まる。うん。心を込めて。ここはね、夏休みに小学校の時にあそこにほら相撲場があって、ラジオ体操に来よったよ、ね、朝。あとね、昔ここ白蛇がおったとよ、でね、違う違う、なんでね、あのゴールデンウィークに雨が降るかって言ったら、その白蛇をね、なんか殺した子が俺ら知った。それからね、雨が降るようにね、なったらしいよ。いや、本当か知らんけどね。うん。昭和10年って、戦前よ、ママ。そうよ。ママも生まれとらんやん。そうよ、私は21年だから。ねえ。で、ママ何歳になったの？21年まで覚えとるけど、自分が何歳かはわからんちゃうね。いや、なんで私が考えないか。自分で考え。ああ、ここら辺の道路はでもほら、もう平成じゃん。ね？平成21年って書いとる。一回綺麗にしたけど、また汚れちゃったね。君たちは、ここら辺に悪いことしに遊びに来よったよ。悪いことしてないよ。置いたぐらいか。ね。みんないたずらぐらいはしてきとる。さっきのさ、ちょっと不思議な喫茶店、あ、不思議なカフェ、あそこ行ってみよう。そうそう、怪しいとこ好きやん。ここは住吉三丁目ですって書いてある、ね。いや、たまにね、天神とかでね、声かけられて、同級生とか言った。で、私はね、わからんかったけん。そうそう、だけどね、変わってしまった人もおるけんね。同窓会にいたことないけんわからんけど、多分、だいぶ変わっとるって。自分は綺麗に磨いてる人はあれだろうけどね。だけど、ママもちゃんとしとかないけんとよ。ここはさ、だいぶ昔からあるっちゃろ。ねえ、煙突があるよ、すごい。はいはい、でもさ、ここ街の中よ、もうね。え、ヒューガさんの、これ、備長炭なんだって、宮崎の。今、大人450円と買い取る。え、昔はいくら？昔を知らんけど。わあ、すごいね。すごい。ちょっと裏に入ったら、すごいことになっとるね。こうやって向こう通って。これ出れるかね？出れるんだね。うわあ、これ、やっぱりね、ママ。これ、ツタボロ大丈夫？めっちゃ古いね。てか、これ。住んでる人が手に加えないといかんとって。そらそうくさ。これ、いける？いや、小さいところいや、そうやろ、私昔からこんなとこ入るよもね。ママ、行き止まりよ。うん、しゃれとる。しゃれとるね、なんか。なんかさ、古いのとさ、新しいのが混じってさ、すごい、面白いね、住吉。あったよ、ママ。ここだ。違う、ここさっき私が行ったところって。来てん来てん。
ちょっと待って、さっき通ったろうがカフェって書いとったよ。すいません、あ、カフェですか？お茶飲めるんですか？いや、ごめんなさい、今してない。あ、今はやってないんですね。コロナで、うん、もう全くお客さんがないから、もう今、うん、あ、そうなんだ。いやいや、すごい外を気になって喫茶店だったら行ってみたいなと思ったの。あ、すいません、ありがとうございます。あ、じゃあここって今その骨董品だけですか？え、そこで、そこで取るの？はい、おじちゃんがやっとるの？はい。あ、でもなんかすごい、ね、え、リノベーションして、お下げある、綺麗でしょ。うん、いい、なんかシャレとるよ。で、築何年のアパートなんですか？60。すごい気になりますね。いい。すごくいいですよ。だから中で入って、ここもったいない。うん、でももう、でやっぱりこう、うん、中に入ってくるっていうのはさ、違和感があるみたいで。本当。で、僕がいるでしょ。うん。まあ、あ、こうなってるんですねって変えられる方が。そうなんだ。私とかは結構変わったお店が好きだから。なんかいつも見つけてるんですけど、うん、お見えになる、うん、そうだと思います。この状態でよければどうぞっていう、うん、すごい、そうなんだ、はい、YouTube で結構いろんなディープな街歩きっていうチャンネルを私がやってて、はい、私地元住吉なんですよ。あ、そうなんですか。なんですよ。なんかで聞いた、ラジオで聞いたことある。はい、あ、ラジオ出た出た、ラジオ出た、はい、お邪魔します。はい、ありがとうございます。開けてもらいました。うわ、すごーい、骨董品がいっぱいある。うわ、すごい、ここすっごーい。これって二部屋突っ切ってんの？あ、だからこんな広いんだ。コーヒーでよければ。あ、じゃあコーヒーをお願いします。そう、ずっとね、外歩いとって気になっとったっちゃん、ここいい感じやん。うん、すごいですよ。その会期祝いを義理のファミリーがしてあげるから大牟田に来なさいって。大牟田で会期祝いをしてくれたんです。もともとはだけ販売とかもね、やっとっちゃろうね。わあ、すごい、これ手洗い場、あの、単純とかにね、用あるっちゃう。だから平日にここに来ればいいわけですよ。てか相当ね、いろんな掘り出し物がね、ありそうです。ですよ、かなり。露天、露天に持っていけないものもあるんですよ。そうですよね。はい。だって、全部絶対持っていけんし、多分ね、すっごいものが出てきそう。立花藩の茶碗は、うちで一番高いです。ちなみにおいくらでしょうか？130です。130万。まあでもそれなりの価値があるわけですよ。あ、もちろんもちろん、ね、あの、うん、直乳っていう、うん、あのお茶碗作る方が、はい、うん、黒楽茶碗って作ってるんですが、ええ、その同じ茶碗が、うん、もう何年か前に、うん、鑑定団で、はいはい、370万って言ってます。すごい、素晴らしい。あの、うん、まして殿様の茶碗だから下手な茶碗じゃないわけですよ。お殿様が使っとったやつってあれだけ、うん、すごい。だから、うん、明治になってから家紋が入ってるんですよ、うんうんうん、だから来るし、うん、隠れキリシタン、はいはい、まあ、織田信長もそうじゃないですか。結構でも多いでしょ。多いです、意外に。ああ、それめちゃくちゃ貴重じゃないですか。そうなんですよ。昔の建具とか、うん、居酒屋さんが欲しがってましたよね。私ね、窓も好き。昔のね、すりガラスってめちゃくちゃいい、うんうん、ね、昭和のガラスっておしゃれやろうが。そうですよ、うん、いいわ。だいたいここは押し入れだったんですよ。これさ、でもよくすっぽり入ったね。ここにつけてもらったから。あ、なるほど。あ、ほんとだ。だけね。でもいいね、あんな風にしたら。いい感じ。いい。おしゃれ。いただきましたよ。はい、いただきます。横田さん、いただきます。いただきます。このクジラちゃんが乗ってるのはですね、これ逆向きなんですけど、もともと遊郭についていた、電灯ですかね。外にこれついてたライトですね。昔のなんか、ライトって、めちゃくちゃおしゃれやね、これでもね。遊郭時代にね、こんな
すごいね、斬新なデザイン。素晴らしい。うん、あ、これ何ですか？あ、それまさか例の？すごい。さっきの130万円のお殿様の。わ、すごいね。これ手触っていいんですか？え、これすごくないですか？すごいんですよ。立花庵の。だからこれ作られたのって軽く、え、何年前ぐらい？300年なるよね、はい、そうだ、江戸とかだからね。です、うん、安政とかそんな時代ですよ、まあ、かもしれないですね。すごい、これ持っちゃった。わあ、すごいですね。裏なんて書いてるか分かりませんが、うん、この茶碗の名前が書いてますね。へえ、これもしかしたらまだすごい価値があるかもよって思います、うん、はい、すごい。今日はね、ちょっと見つけたお店でおじちゃんと楽しく話し込んでしまったね。歩いたらいろんなことがある、うん、こういうね、私の怪しいね建物が好きなの、うん、知ってるやろ、私よ、よこんなとこね潜り込むもんね、うん、親子だから知ってます、うん、やっぱ昔からねちょっと病気やもんね、うん、